そしたら、花ちゃん、そうね、花ちゃん久しぶりなので出られるようだったら、どうぞ。お、はい、声よろだしく。けいいですか、こんばんは。はい、はい、こんばんは。難しいというか、なんか、目に入りそうになっちゃって、やばいと思って、顔をすねりながら聞いてました。前半ね、1時間半の間は寝てていいです。あ、で、そうなんですね。それ終わって、1時間半終わってから起きていただければいいかなって。あ、わかりました。そのくらいの気持かちでしこまりいいんまです。す。俺も心苦しいんですよ。肝心の温存症のミーティングに、これ本当に弱ったもんだなと思ってんだけど、終わってからは一般のミーティングになるんだけど、あまりにも落差が、この高低差が激しくてね。だから、前半の1時間半っていうのは、これ本当にね、よほどの気の触れた人たちだけがやればいいんで、まっとうな人は、1時間半終わった後のミーティングから参加すればいいんじゃないかと、思うわけです。わかりました。この前半の1時間半で、退店者が続出する、下手に出ると、退店者が続出するんじゃねえかと心配しておるので、おるのはおるわけですよ。だから、なんかちょこちょこっと分かった部分とかあって、ほーと思って、でまたしばらくちょっと分かんなくなって、うとうとうとしてっていう繰り返しで、すごい失礼ないや参い加やのい仕や。方なんですが。いやいや、だと思いますよ。なので、まあ、前半はさ、本当に気楽に考えて、仏法の話は毛穴から入るという、そういう話もありますから、寝てても毛穴から入っていくかもしれないのでね。部屋のよく開かしてます。理解しようというあんまりこう思わないで、まあ、バックグラウンドミュージックが流れてるくらいの気持ちで、ちょうどいいと思います。ちょうどいいと思いますよ。はい。気持ちいい。どうですか？それはともかく、日々の、塩梅は。病院の方に先日行って、先生が変わったんですけれども、腰の方の手術以前出たんですが、それが中止になったんですね。で、改めてこの写真を見てどうするかっていうことになった時に、結局これを繰り返していくと背骨全部にはめなきゃいけない形になるから、そうすると背骨が動かせなくなると、お辞儀もできなくなるというふうに言われ、でも新しい先生だし、初っ端からそういうことも言われちゃったし、これはもう時期的にこの先生とは、っていうかこの病院とはお別れなのかなと思い、紹介状をお願いして、うちのすぐ近くに女子医大が引っ越してきたので、そっちの方に行ってみようかなとなるほど。思って、それで今、予約の電話の返事待ちなんですけれども、なるほど。本当にね、法華経に予言されてる通りね、本当に正しい信仰をしていくとね、名医、名、まあ、簡単には名医に出会える。そして、薬なら薬、あるいは医療の、医療行為が、もう、ドンピシャに的中すると。まあ、言うて逆なんだけどね。法華経を誹謗すると、名医にかかっても、悪い結果になったり、薬飲んでも、効かなくて、どんなにいい薬飲んでも効かなくて、副作用が出ますよっていう、まあ、それを、まあ今、逆に言ってるんだけどね。もしそうであるならば、法華経を真剣に信じた者は、逆に言うと、名医がさらに磨きがかかった名医となり、またそういう人に出会えるようになり、そして、薬を飲んでもそれがもろに的中し、なおかつ副作用があんまり出ないという、そういうことが必ず起きますから、現にそういう体験談いっぱいあるもんね。
はい、なので最近、うん、精神科の方の薬も、うん、飲むと眠くなっちゃうんですよ、うんうん、だからあ、私の体が治ってきたのかなと。薬、今までそれを飲んでも何でもなかったのが眠くなるってことは強く感じてるってことだから。おう。うん。あ、じゃあ。弱いのに変えてもらおうかなと思って。おうおうおおお。で、薬の詳しい友達とちょっと今、どういうのがいいのかって相談したりしてるんですよ。いやー、素晴らしいじゃないですか。改善ですよ。そう、少しずつですけど、うん、ちょっといい方向に向いてます。素晴らしい。あれだけね、はい、佐藤さんのことであれだけね、はい、エコーに尽くしたんですから、まあこれからも続くわけだけどね、それは大きな功徳を積んだわけですから、必ずそれは家宝としていい姿が現れてきますよ、はい、ね、はい、はい、そう、佐藤の方も 100日、うん、法要が5月にありますので、それの申し込みをしようと思って。うん、偉いですよ。明日は、はい。うん。今しようと思ってます。うん。で、佐藤さんだってね、成仏をされて、その境涯によって、あなたをね、はい、感謝して今、看護に回ってる。生前中は随分世話をさせられたけど、でも今度はね、もう成仏されて、今度あなたをご看護する側に回ってるわけだからね。はい、安心して。そうです。うん、はい、やります。よろしくお願いします。はい、法華初心成仏章という御章なんですけど、うん、これをなんか読みたいなと思って今ページずっと開いてるんですけど、うん、うん、別に読んで感想とか聞かれないですよね。いや、聞きません。まあ、まあまあ、読みたいことは尊いことですけどね。やっぱり、はい、初心の方が、おすすめするのは、まあ、それはそれとしてね、並行してやってもらいたいのは、はい、とにかく、大日蓮出版とか、はい、行商編集室っていうのが、ネットを調べれば出てきますから、はい。そこで気になる、なんとなくわかりやすいっていうようなところの本を、安いですからね。はい、まあ、大日蓮出版のは結構なお値段するのもあるけども、はい、それでも安い冊子もあるし、行商出版の方なんかは相当安いものだけで、ラインナップができてますから、はい、ああいうのでね、なんとなく興味そそるようなものを、とにかくひたすら読むってことも大事なんですね。はい、現代語で書いてあるし、なるべくこの分かりやすくみんなが理解できるように書いてあるしね。はい、はい、そんな感じでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、はい、ご苦労様です。はい、はい、そしたらどうでしょうか、抗がん剤とか大丈夫でしょうかね。いや、うん、頑張って、どうあっても、やっぱりね、病を勝つにも、この必ず心の仇に応じて、神の守り、すなわち強しですから、自分がやっぱりね、この病に何としても誓っていくぞっていう、心の命の強いものにのみ、この難病、法蓮華経の功徳は現れてきますから。そういうことで、ともどもに。いや、大丈夫です。うん。はい。どうも、ちょっと音声がね、全然入ってこない感じなので、また、頑張ってまいりましょう。よろしく、お願いします。はい。じゃあ、どうでしょうかね。仕事が採用されるかっていう内定決まったと。はい、内定決まって、はい、手続きもいろいろとしてます。はい。今度は長続きするんでしょうかね。福祉事業所で働くんで、うん、一般就労に向けて仕事を探すっていうのが本来なんで、はい、頑張りたいと思います。そうですね、頑張ってまいりましょう。はい、はい、ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。
はい、そしたら